ろしくお願いします。よろしくお願いいたします。初登場です。今日は、はい、夏が旬のおすすめの魚料理を3品紹介していただくということですね。先生は、はい、あの料理家でありそうです、ね、お寿司屋さんということ で二刀流です、はい、夏のお魚っていっぱいあるんですけど、まあ、スズキとかも美味しいし、キスなんかもいいんですけど、やっぱり、ね、家庭で使いやすいのはやっぱイワシとアジかなと思って、今日はねイワシとアジのお料理ご紹介しようと思ってます。最初がですね、イワシのそぼろを作ります。これはどういうポイントがあるんですか？はい、そうですね、まあそぼろってね、お肉で作ること、ひき肉で、ね、作るのが多いと思うんですけど、今日はね、それをイワシで、旬のイワシで作っていこうかなと思います。はい、はい、僕ね、まず最初に見てもらいたいのはね、魚はね、小顔のもの、顔がちっちゃくて、この身がしっかりしてるのが、ね、ふっくりしてる感じ。そうです。そしたら今日はね、手開きっていう方法をしていきます。イワシってね、手でおろせるのが特徴です。まず頭の方の上の骨の上に指を入れます。そしたら骨がここにありますね。ここの上をなぞっていきます。まずはなぞるだけでいいですね。そうです。もう指で、指を包丁と思ってバッと下ろしていきます。骨を外していくと、こんな感じで。先生、簡単ですね。簡単なんですよ。やっぱりね、酒とあの魚ってすごく相性がいいので、ちょっとね、多めに入れて作るといいと思います。少しね、あの色変わってきました。そしたらもう木べらとかでもうほぐしちゃってください。醤油と、生姜の絞り汁です。生姜汁入れていきます。そしたらこれで、水分が少なくなるまでイワシをほぐしながら炒めていきます。茹で上げたうどんに卵混ぜちゃうんですよ。釜玉うどんみたいな感じ。それに乗せて食べるのがね、すごく美味しいですね。2品目は、イワシの梅煮でございます。はい、イワシと梅というのはこう相性がいいんですか？これ相性いいですよね。まあ、もともとイワシって、ね、足の速い魚なんで、足が速いっつっても走るわけじゃないですかね、足ないんで。そういうわけじゃないですけど、まあ、ちょっとね、傷みやすい魚ってことですよ、ね、皆さん、はい、なんで梅干しのね、防腐作用と相性良くて、多分昔の方組み合わせたと思うんですけど、うん、まあ、今はね、まあ、そういうの気にせずに食べ物として相性いいなと思って僕は使ってます。まあ、季節がね、出会い物って感じもしていいんじゃないでしょうかね。しっかり水気拭いてください、はい、やっぱりね、水気を取るっていうのは結構ねポイントだと思います。魚料理の時に、うん、やっぱりちょっと生臭いなとかって思っちゃうっていうのはね、ちょっと余分な水分ついてることなんじゃないかなと思います。煮干しは何でもいいですよ。蜂蜜漬けでもいいし、普通のでもいいですし、はい、好みのものを入れてください。僕は特に青背の魚、イワシとかを煮るときは、あの水から煮ていきます。それなんでかっていうと、やっぱお酒効かしてるんで、お酒って蒸発するときに魚の生臭さとかも飛ばしてくれるんですよ。そのまま一緒に蒸気としてあげてくれるん で沸かしてからだとその効果弱くなっちゃうんで、なんで僕はちょっとあの水から、冷たいところから煮ています。この汁でお魚食べたいなと思うときに火を止める、そういうのをね、結構ね、意識しながらやっていくと料理どんどんね、上手になりますね。で、こんな感じで煮上がりました。ふっくらふっくらした感じですか ね、はい。盛り付けは、お魚は基本は頭が左ですね。そうですね、左頭、美味しい煮汁でお魚食べていただきたい。で、途中でね、梅干し潰しながらね、食べてもいいと思いますよ。そうですね、いいですね、はい。3品目はもうお寿司いきましょう。アジの薬味ちらし作ります。はい、今日は三枚おろしっていう。三枚おろしですね。で、あと頭の方に向かってカチ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 と、こんな感じで。で、三枚おろしした時、この骨、骨あるじゃないですか、これをね、見てほしいですね。2匹3匹おろす時はね、この形を見るんですよ。1匹おろした時に、あ、ここがおろせなかったなっていうのが分かるんで、これをね、1回なんとなく見てから2本目いくとね、劇的にうまくなります。こんな感じで、頭の方から。そうですね、頭の方から全体剥がす。そしたら頭軽く押さえて、こんな感じですね。簡単に剥ける、もう簡単、もうバナナの皮むくようなもんです。税後も取れたでしょ。今取れちゃうんですね。そうなんですよ。漬け汁ですね。漬け汁です。はい、これ松寿司秘伝の漬け汁です。じゃあこれ作っとくといいですね。醤油が2、お酒が1、みりんが1です。そういう割合ですね。割合です。で、お酒とみりんは必ず、まあ、電子レンジとか、あと鍋でちょっと沸かしてアルコール飛ばしてから使ってください。寿司酢を作っていきます。はい、もう材料シンプルですね。塩、はい、お酢と砂糖と塩、これをしっかり混ぜていきます。これはあの加熱しなくてこのままで。そうですね、うちはね、加熱せずにそのまま溶かしちゃいます。
飯台に、寿司酢を今作った寿司酢を一気に入れちゃいます。米を潰さないように切るように混ぜる。私もううちわを持ってるんですが、今仰いじゃいけないんですか。今仰いじゃダメです。これね、結構ね、仰ぎながら寿司飯切ろうとしちゃう人いるんですけど、それ一番ダメなんですよ。料理って何でもそうなんですけど、あったかいところから冷めるときに味って入るんで、なるべく熱々ご飯に寿司酢を入れて全体が混ざってから冷ます。これね、一番のポイントですね。今日は生姜のみじん切り入れてますけど、あればね、ガリとかね、生姜の甘酢漬けでも美味しいと思います。漬けにした漬け味を軽く汁気を切ってのせていきます。もうたっぷりね、のせていきましょう。万能ネギをたっぷりのせます。はい、アジの薬味ちらし出来上がりです。もう見るからに夏のちらしって感じですよね。